パチスロ実録4号機の時代、ロイヤルタカシー RT 編。1980年代初頭の0号機時代から多数のマシンを開発リリース。2号機や3号機の時代には他メーカーに先駆け、ウィンクルやドリームセブンなど新しい号機での一番乗りを果たしてきた大阪の老舗名門メーカー高砂電機。残念ながら4号機では他社に遅れを取り、一番乗りを果たすことはできませんでしたが、1993年の秋、ようやく同社初となる4号機がリリースされます。その名はロイヤルタカシー RT。 仕様は名刺販売のトロピカーナに次ぐ B タイプ機。ミック中のジャックゲームが最高2回までで、出玉が少ない分、一般的な A タイプ機では成し得ない高確率が魅力です。役構成は777と機種名を模したシンボル絵柄揃いからなる2種類のビッグをメインに、トロピカーナと同様ゲームのアクセントとしてシングルボーナスを搭載。集中役はありません。B タイプ機ということで、何より気になるのがそのスペック。先発のトロピカーナと比較すると、設定2以上全てで本作が上回っており、まさしくパチスロ史上最高のビッグ確率となっています。また脇役であるシングルについては、トロピカーナでは一律1260分の1と完全におまけだったのに対し、本作では44分の1と頻繁に成立するようになっているのも大きな特徴。その理由は音と光によるボーナス告知機能。ビッグかシングルが成立すると、成立ゲームのリール始動時に上パネルのイルミネーションが点滅するとともに、軽やかな電子音が鳴り響くのです。出現頻度の高いシングル成立時にも告知機能を作動させることで、賑やかできらびやかなゲームを演出といったところでしょうか。ちなみに告知機能が作動したゲームでは、特定の箇所を狙うことでボーナス判別が可能。シングル絵柄の円盤を引き込んでなければビッグ確定につき、喜んでよしとなります。斬新なのはスペックやゲーム性ばかりではありません。古くから技術の高さごと高評価を得ていた同社だけあって、ハードウェアにも先進の機能が備わっています。なんと筐体内部に最大6000枚も収容可能なメダルタンクとサブホッパーを搭載。メインホッパーが空になると自動で補給するのです。まだ自動補給システムが普及していなかった時代にあって、この自力自動補給装置はホールに対しては省力化と稼働貢献の面で大きなセールスポイントとなりました。パチスロ史上最高のビッグ確率を筆頭に、ソフト・ハード両面において様々な新機軸を満載した高砂電機の4号機第1弾、ロイヤルタカシー RT。 果たしてその実力のほどはいかがなものだったのでしょうか。攻略情報誌の実践結果を見てみましょう。さすがパチスロ史上最高を誇るハイスペック。始終大きくはまることもなく、随所に速攻連打を頻発させながら当たり続けていますね。これぞ B タイプ機の真骨頂といったところでしょうか。この実戦でのビッグ、ビッグ間のゲーム数分布はご覧の通り、なんと4割近くが50ゲーム以内の連チャンというのですから、すごいですね。もちろんいいことばかりではありません。実戦上ビッグの平均獲得枚数はトロピカーナよりも25枚も少ない238枚。また頻繁に出現するシングルボーナスについても半数以上がジャック外れとなってしまうのです。何かしらの技術介入によってカバーしたいところですが、通常時は子役補正機能が万能なので DDT 打法の効果は微小。ビッグ中についても取りこぼしを防止するための子役目押しは必要でしたが、リプレイ外しによる獲得枚数アップは役構成の都合上不可能でした。そんな手厳しい声をどこかの悪い人が耳にしたのでしょう。やがてビッグの連チャン性をパワーアップした裏バージョンが出現。少ない出玉を補ってもなお余りあるビッグ速攻連打の激しすぎる応酬。これはまさしくドリセブジュニア状態バージョンの再来だと誰もが狂気します。
ノーマルでも高確率ゆえの速攻連打が頻発する本作、それが裏物になるとさらに強力となり、実戦の連チャン率はなんと 50% をオーバー。その分、初当たり出現率はノーマルと比べて半分程度と低くなっていますが、通常時の子役やシングルボーナスの出現率はノーマルと変わらず、裏物としては比較的良心的なものとなっていたようです。高確率ビッグによる連続性を前面に押し出しつつも、結局のところは出玉の少なさがネックとなり、高評価を得られず、やがては裏物か、先発のトロピカーナと同じような運命をたどってしまったのは、やはり B タイプ機の宿命だったのでしょうか。パチスロー実録4号機の時代、ロイヤルタカシー RT 編、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。